時刻は10時を回りました。この時間は FM ギノワンより防災防犯番組ライフサポートラジオをお届けいたします。お届けするのは林泉です。 FM ギノワンでは地域の防災意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるように情報発信することを務めとし、防犯そして防災情報をお届けいたします。この番組ではご意見ご感想を受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いません。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com。 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。この後は各機関からのお知らせをお伝えいたします。防災防犯番組ライフサポートラジオ、この時間は FM ギノワンから防災防犯番組をお届けしています。まずはここでギノワン市役所市民防災室からのお知らせです。2011年3月11日に発生した東日本大震災から今月で5年が経過しようとしております。被災地の復旧・復興及び街づくりは未だ道半ばにもあるにもかかわらず、残念ながら被災地以外の地域では社会的風化は進んでいます。宜野湾市では今一人一人が何ができるかを考えていただくきっかけになってほしいと、防災から減災へをテーマに司法3月号で防災特集を掲載します。まずは自分の命は自分で守る、また地域の方は地域で守る、自助・共助の精神がとても大切です。この防災特集をご覧になり、今一人一人ができることを改めて確認しましょう。不明な点やお問い合わせは宜野湾市役所市民防災室、電話 098-892-3151 までご連絡ください。続いてはゲストのコーナーです。今日はですね、宜野湾警察署地域課指導係長平茂一さん、そして、宜野湾警察署地域課医者道駐在の警部補山城健太郎さんと、津波駐在の巡査長我那覇光さんをお招きしてお話を聞いていきたいと思います。皆さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ではですね、毎月の恒例となっています、平さんの方から2月中の110番受理状況について教えていただきたいと思います。そうですね、
今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2月末現在の110番等通報件数、それからそれに伴う犯罪件数について情報を発信したいと思います。はい。2月中は1119件の110番等の通報があります。そのうち298件が直接宜野湾警察署に通報があった件数であります。犯罪その中で犯罪通報の件数ですが41件となっております。内訳でありますけども万引きが4件、打ち止まり、これについては4件とも成人が万引きしているということになっております。続きましてオートバイ等4件、前原、王者な、普天間となっております。次に、自転車と、これについては5件、益城、伊佐、前原、野岳、南上原。特徴といたしまして、通録なしということでありますけれども、ワイヤーロックが切断されたものとか、場所的には下駄履き駐車場内で発生しております。車上狙い、4件、伊佐、普天間、中城の荒垣、これについても特徴といたしまして、窓ドアの方にロックしてないということ、無施錠ということになります。続きまして、出店荒らし3件、益城、これについては連続で発生しているという状況であります。対象によっては被害対象によっては飲食店を対象にしているということになっております。事務所荒らし2件、伊佐、野岳、これについては焼き破り、バーナーなどで焼いて窓を割って入っていっている状況であります。続きまして更衣室荒らし2件、大山、次に置き引き3件、宜野湾、普天間、南上原、その他の窃盗で2件、大山、普天間、覗き1件、サマーシタ、強盗1件、普天間、被害者を高齢者を被害者とした強盗であります。これについては未検挙の状況であります。公然わいせつ2件、下半身を露出して、公然わいせつ発生地は益城、愛知、傷害1件、普天間、暴行1件、益城、これについては DV の暴行であります。器物損壊6件、王者な、伊佐、ガネコ、急な、普天間となっております。以上であります。平さん、ありがとうございました。はい。ではですね、ここからは我が町の駐在さんという題名で、お話を聞いていきたいと思います。それでは山城警部補、そして金原巡査長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、まず最初に、現在の主な活動についてです。駐在所とは一体どういったものなんでしょうか。はい、駐在所とは交番と同等の役割を有しますが、交番が交代制であるのに対して駐在所は警察官とその家族が住む官舎を兼ねていることが違う点です。宜野湾警察署には津波駐在所、医者道駐在所の2つがあって、中城村を管轄しています。両駐在所とも警察官が家族と居住して地域との交流を持ちながら業務を行っております。ありがとうございます。それでは続いて管内の外境について教えてください。はい、津波駐在所から報告します。津波駐在所は津波、奥間、和受、浜、南浜、北浜、
移住に中城県営団地を加えた8区を管轄しています。津波駐在所の成り立ちについてですが、戦前津波小学校の南側に設置されておりましたが、戦後の混乱期には津波巡査部長派出所として津波小学校の北側に移設されました。その後戦後の治安情勢が安定してきたことを受け、昭和25年に名称を津波巡査駐在所に改めました。昭和59年1月に現在の中城村阿座津波1396番地に新築移設し、現在まで治安維持に努めています。現在津波駐在所管内の人口は5068名おり、営業所などを合わせると2712世帯あります。津波駐在所管内は伝承菊、サトウキビ、島人参などの農業が盛んな地域です。また浜地区には浜漁港があり、浜漁港では毎月第4日曜日にアタイグワ朝市が開かれ、新鮮野菜、鮮魚、色とりどりの牡蠣のほか、地元の人が作ったサーターアンダギーなどのお菓子が販売され、多くの人で賑わっています。以上が津波駐在所の概況です。次に伊斜堂駐在所の概況について説明します。伊斜堂駐在所は戦前から戦後間もなくの間、伊斜堂所在の民家を間借りして駐在所活動が行われていましたが、昭和36年4月、中城村八木所在の民家を改築し八木駐在所となりました。その後昭和58年、現在の住所地である伊斜堂193番地に引っ越し、名称も伊斜堂駐在所となりました。その際同時に中城村上俣にありました上俣駐在所がなくなって、現在の一村に駐在所となりました。概況は以上です。ありがとうございます。それでは続いて地域との関わりを先ほど申し上げていたと思うんですけれども、地域との関わりについて教えてください。はい、伊斜堂駐在所からお話しします。伊斜堂駐在所管内では学校の行事や中城村太鼓などのスポーツイベントなど、また季節ごとのお祭りがあって、それぞれ関わりを持っています。特に伊斜堂駐在所管内ではトリムマラソンや陸上競技などスポーツが盛んであり、管轄する中城小学校では郊外長距離マラソンという名称で公道を規制して行うマラソン大会があり、ご父母の皆さんが年金を取って応援をしたり、おじいちゃんおばあちゃんが沿道で応援に来たりと大変盛り上がっています。それらの大会では駐在所員がパトカーで児童を先導しますが、ご父母の方による交通整理のボランティア活動などの協力をしていただくのですが、地域と一体となって行事に参加していることを感じることができ、大変有意義に感じています。その他にも中城村では夏祭り、ごさまる祭り、青年会主催の青年会祭りなどのイベントがあって、それぞれ防犯パトロールなどを介して参加しております。続きまして津波駐在所の地域との関わりについて説明したいと思います。津波駐在所では伊斜堂駐在所の山城警部補とともに学校行事やスポーツイベント等に関わりを持っております。日々の活動としては犯罪や事故の発生状況に関する情報発信や困りごとの
聴取などを行う巡回連絡を通して各家庭を訪問し、地域の方々と接しています。巡回連絡では昼間自宅にいることが多い主婦やおじい、おばあと話をすることが多く、時には駐在さんよく来たねと言いながら当たり前のように自宅のリビングにまで招かれ、お茶をご馳走になりながら誘惑をしています。中城の方々はとても優しくて、すぐに打ち解けてしまい、仕事そっちのけで1時間以上もおしゃべりをすることもあります。私が帰る際はまたすぐ来てよと言って送り出してくれます。巡回連絡の合間には各自治会のゲートボール場を訪問し、防犯講話や交通安全講話をしておりますが、その際もはい駐在さん座っていっちゃ一緒にお茶しなさいと言われ、ここでもおじいおばあと誘惑をしております。私生活では私の趣味と実務を兼ねて陸上競技をやっているのですが、地域のアスリートたちと一緒にトレーニングをしたり大会に出場しています。また地域で行われる祭りや子ども会の行事では、私の妻と子どもを同伴して家族ぐるみで参加し、地域の子どもたちや保護者の方と一緒に歌を歌ったりものづくりなどをして地域の方々と接しています。このように日々のさまざまな業務を通して地域との関わりがあり、また私生活についても地域住民に支えられながら地域と密着した活動を行い、日々の治安維持に努めております。はい、ありがとうございました。地域ととてもいい関わりをしているということですね。それではですね、地域連携した、安全安心まちづくりの取り組みについて教えてください。はい、はい、じゃあお願いします。はい、両駐在所とも毎月第3金曜日の少年を守る日には、中城村教育委員会、中城村少年補導職員、その他各学校 PTA とともに中城村内のパトロールを実施しています。他にも安全安心まちづくりに関する情報発信として、毎月5日と20日に中城村役場で中城村各自治会長に集まっていただき、連絡協議会として宜野湾市中城村において発生した事件事故などの情報を発信しています。犯罪が発生した場合にはその地区の自治会長さんに対して防災無線を活用した呼びかけを依頼するなど、中城村独自の取り組みをしています。それではですね、館内の犯罪情勢について教えてください。はい、中城村は伝承菊の栽培が有名ですが、一時電線盗難が発生した時期がありました。菊農家の方や JA 関係者の方に呼びかけて夜間のパトロールを実施し、現在のところ発生はありません。最近は重機やトラックのバッテリーが盗難されるなどの事件が発生しておりますので、防災無線での呼びかけをお願いしているところです。他には昨年6月の深夜に中城村八木の国道329号で車両単独の交通死亡事故が発生しました。中城村内での事故の多くは国道329号での発生が多く、また事故種別も交差点での出会い頭事故や追突事故などがほとんどを占めています。国道329号は交通の要であり、大型トラックによる速度超過などの通報も多く寄せられていることから、取り締まりを強化しているところです。はい、ありがとうございます。それではですね、防犯防災活動についての取り組みについて教えてください。
はい、中城村内では去った3月11日に震災避難訓練を実施したばかりです。伊斜堂津波駐在所は中城村の中でも海沿いにあって、国道329号から海岸線を管轄としており、特に実際訓練などを実施しているのは津波から逃げる避難訓練に力を入れています。毎年夏頃には各小学校と連携して児童生徒とともに避難訓練を実施していますが、訓練の大きなポイントは国道329号の横断です。避難の目安として海抜約25メートル以上の高さに避難することを課題にしています。また雨が続くと今度は土砂災害の被害が予想されます。そのため各学校などで機会ごとに避難経路の確認や、休日放課後に災害が発生した場合など実際に即した啓蒙活動を実施しております。はい、ありがとうございます。それではですね、情報発信活動について実施していることを教えてください。はい、先にもお話ししましたが、防災無線などを活用し、発生時間帯やターゲット層が在宅している時間帯を狙った放送などを実施して能動的な情報伝達を心がけています。また管内で振り込め詐欺、特殊詐欺などの発生を防ぐため、コンビニ ATM や銀行郵便局などの金融機関に対してミニ広報誌の掲示を依頼することなどをしています。振り込め詐欺の犯人グループはお客さんに対して積極的に声かけをする金融機関よりも、頻繁な来客のため声かけなどの接客が難しいコンビニエンスストアの ATM を振り込み場所として指定することもあるため、コンビニエンスストアの経営者に対する情報交換とミニ広報誌の内容を利用客の方が一目ですぐに内容がわかるように視覚に訴える紙面作りなどに力を入れて取り組んでいます。はい、ありがとうございます。情報発信活動も様々な活動をされているんですね。ではですね、ここでお二人のリクエスト曲を流したいと思います。じゃあ紹介お願いします。日頃の皆様方の交通安全に対するありがとう、防犯活動に対するありがとう、また地域住民へのありがとうという気持ちを込めまして、生き物係のありがとうという曲をお送りしたいと思います。はい、お届けしているのは生き物係でありがとうです。それではここで平さんの方からお知らせがあるそうなのでお願いします。はい、私の方からですね、振り込め詐欺についてのメッセージを発したいと思います。やっとの思いで老後の資金をため、あれから夫婦あこれからさあこれから夫婦水入らず穏やかな生活の矢先、振り込め詐欺の被害に遭った老夫婦、その後の生活は泣くに泣けない砂を噛むような味気なく、先が見えない心が折れた生活の日々。食事はインスタントラーメンをそそり、小遣い銭もなく外出もできない、はたまたかかりつけ病院にも行けない、胸が弾ける悔しい思い、詐欺グループの犯人だ、あなたの祖父母がこのような振り込め詐欺の
被害者となったら犯人を許せないのではないですか。もうやめてほしい。被害者は苦しんでます。分かってください。与えられた一度きりの人生を無駄にしてはいけません。私、平重一からのメッセージでした。平さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではライフサポーターラジオ、またこの時間に来週お会いいたしましょう。